吸引の化は、液体から固体を分離するために使用される高速炉化、技術である。減圧炉化とも呼ばれる。吸引の化の装置構成の模式図アスピレーターに水を流すことにより、真空フラスコと吸引瓶内の空気が吸引される。このため、フラスコの内外で圧力差を生じ、ブフナーロートの内容物が減圧フラスコ方向へ吸引される。ブフナアロート上には、 露シが置かれており、液体から固体を分離する。このように、ブフナーロートの上部に残っている固体残渣は、より効率的に回収される。吸引露化では、単純な自然露化よりも、個体残渣はずっと乾燥している。ゴム栓は、装置を確実に密閉し、ブフナーロートと吸引瓶との隙間の空気の漏れを防ぐ。そのシールによって装置内の減圧が維持でき、 また装置同士の物理的な負荷を回避し、破損を防ぐ。ロシブフナーロートゴム線吸引瓶真空用ゴム、関心空フラスコ吸水線アスピレーターロカは、実験室と工業的な製造条件の両方で、一般的に使用される単位操作である。実験室での操作に適した吸引ロカの装置は、反応性生物が見学液中の個体であるとき、 目的の生成物を単理するためによく使用される。生成物をより早く回収でき、その個体は単純ろ過の場合よりも乾燥した状態で得られる。個体を単理する以外に、ろ過は生成段階でも行われる、すなわち溶媒にかような不純物が露液として除去される。この装置は液体を生成するためにもよく使用される。 用媒に可用な合成生成物をろ過すると不要物が露出状に残る。この場合、吸引ろ過は自然ろ過よりも効率的でより多くの液体が回収され、収率が向上する。吸引瓶や真空フラスコの位置が動かないように保持する必要がある。すなわち、真空用ゴム管は肉厚で硬いので、各装置の高さが不揃いの場合はその位置が動きやすく、 不安定になりやすいので注意が必要である。そのため、吸引瓶を三冊クランプで固定するとよい。クランプの二つの爪を、真空用ゴム管を接続している側に、残りの爪を反対側に配置するとよい。真空フラスコの固定も必要であれば、装置とその安定性に応じて、クランプを使う。その使用は実験者の判断に任される。 アスピレーター停止のため給水栓を閉じる前に真空破壊が必要である。そうしないと水がアスピレーターを通じて装置内に入る。真空フラスコは水が吸引瓶まで入ってくるのを防ぐ。ありがとうございます。